続きまして、待ちに待った人が登場いたします。関西でこの難民問題に関して熱心に取り組んでおられます桜井秀さん、桜井秀衆議院議員が来ていただきました。明日大阪入管の視察にも、その後のですね、交流集会にも来ていただけるということで、桜井秀さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。石橋さんの熱い演説の後でちょっとやりにくいんですけれども、私からちょっと別な角度で話をさせていただきます。衆議院議員の桜井秀です。私は衆議院でもう入管法を通してしまった立場なので、本当に申し訳ない思いでいっぱいでございます。で、今参議院の先生方が頑張っておられるので、本当にそこに思いを託しているところです。で、一方で私財務金融委員会というところに所属しておりまして、今入管法とともに大問題の法律、防衛財源の確保法案というので戦っておりました。防衛費を倍増すると、ね、日本の安全保障環境厳しいから防衛費5兆円だったところ10兆円にするとか言ってるわけですよ。でもね、私これじゃあ5兆円増やしたら日本安全になるのか、いやそんなことないでしょう。でそれどころか、今今日皆さんお集まりいただいている通り、例えばスリランカの、ウィシュマ・サンダマリさん、2年前名古屋入管でお亡くなりになった、そのことについてじゃあスリランカではどういう報道されているのかと言いますと、いや日本という国は本当に無慈悲な国なんだよ。で、日本に行けばお金はちょっと稼げるかもしれないけれども、ひどい法律のある国だから、行くかどうかちゃんと慎重に考えてね、そんな報道のされ方をしてるわけですよ。いや周りにこうアジアの他の国々が日本ってそういう国なんだ、外国人を差別して、何だったら殺してしまっても死んでしまっても構わないと思ってる、そんな国なんだというふうにアジアの国から思われたら、もし仮にこう日本が攻め込まれた時に、どこか外国に攻め込まれた時に日本を助けようと思いますか。今ウクライナまで攻め込まれて、一生懸命周りの国が助けよう、ウクライナ助けようというふうに、やってますけれども、じゃあ日本が同じように攻められた時に、ね、同情してもらえる、応援してもらえる、そんなことないでしょう。だってスリランカのウィシュマさん、ひどい目に遭ってるわけですから、いやそれは攻め込まれて当然でしょうというふうにして見捨てられる国になっちゃうわけですよ。ですからそもそも日本の安全保障とか言うんであれば、やっぱりそれは相手も尊重する、自分は尊重されたいんだったら相手も尊重される、でそういうような社会を作っていかないといけないんじゃないですか。でそういう思いでこの防衛財源確保法案についても私で戦っております。根本のところはこの入管法の改悪と同じです。やっぱり人の命を大事にしよう、それぞれお互い様で認め合う、そういう社会を作っていくかどうかの問題です。自分たちだけが良ければいいとか国益だとか言ってますけど、結局それって国益につながりませんよ。人権も守らない、そして国益も結局守れない、そんな法案通しちゃいけないということで、衆議院は通ってしまったんですけれども、参議院でなんとか頑張っていただきたいというふうに思っております。皆さん力を合わせてあともう少し頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。桜井秀さん、明日しっかり一緒に頑張りたいと思います。それで